はい、キャプテン浩二です。こんにちは。はい、始まりました。またね、動画始めたいと思います。ただいまの時刻は2024年の、15時になりました。2024年の9月の3日火曜日でございます。はい、今回の動画ですけれどもね、Amazon でね、欲しいものをちょっと注文してみたので、ちょっと動画にしてみたいと思います。それではね、注文した商品こちらになります。以前のね、使ってます、以前から使ってます三脚がちょっとね、使いにくいので、またね、ちょっといいやつをね、僕は欲しいなと思ってるやつをちょっと購入してみましたので、ちょっと、開封しますね。とりあえず開封します。どんな感じかな。よいしょ。はい、出てきました。こんにちは。はい、こんな感じでね、パッケージがね、こんな感じになっております。ちょっと重たいけどもね、以前のやつはこんな感じで手軽にね、持ってね、できる、三脚でしたけれども、こちらはスマホ用の三脚なんだな。だから、あんまり、今僕メインでね、デジタルカメラ使ってるんで、デジカメ用のちょっと軽いやつみたいな感じの、やつが欲しかったので、こう買ってみましたけれども、早速開けてみます。初めて開けるんだけれども、どうかな。はい、よいしょ。こんにちは。あ、これいいね。ちょっといいような感じだな。ちょっと待ってね、以前のね、この三脚にセットしますので、これも使えないことはないんだよな。でもね、ちょっとね、割れてたりするんで、ちょっと簡単ではあるんだけれども、ちょっと立てますね。三脚で立てて固定します。はい、そして固定したら、これが下向くかな。あ、向いたね。はい、こんな感じでね、今箱から取り出してみました。よいしょ。はい、これはちょっとね、箱はちょっとどけときます。そしてこれね、あ、いい袋に入ってるからね、持ちやすそうね。バイクとかでも、そうね、バイクとか自転車で持ち運びしたいんだよね。ああ、これは思ってた通りのものになってますね。ちょっと待ってね、ここじゃあ映ってもあれだから、この辺にしときましょう。映るかな。はい、この感じで、見ておいてください。ちょっと上の方に上げますね。はい、これですね。ちょっと汚いベッド、僕のね、寝室のベッドですけど、あ、こんな感じか。いいね、これ。小さいね。こちらのね、スマホの三脚よりもしっかりね、がっつりしてますね。この足がね、足ががっつりしてます。そして持つところがこんな感じなんで、すごくいいね、いい感じやね。で、カメラね、スマホでもできるし、だからあれはついてないな。スマホ用のね、この字になったね、挟むやつね、あれはついてないんだけども、どうかな、見えますかね。この感じで見えます。むしろちょっとあれで暗いんだけども、見えるかな。で、ここぶっといね、これね、ぶっといので、これいいね、固定しやすいし、そして水平器がねついてたら面白いんだけどもね、水平器はついてないね。そして足をね、ちょっと伸ばしたらね、最大までね、あ、これロックがついてて、ロックを外すと、あ、ロックがついてますね。ロック外しますね。そしたら足が伸びるんだね。あはは。足を伸ばしてみます。ロックを外して足を伸ばしたら、最大47センチとか言ってたね。これ以上伸びないか。これで47センチか。まあ、低いのは低いけどね。低いんだけども使いやすそうね、これすごく。はあはあはあ。
はい、そんな感じでございます。またロック外して途中で調整できるのかな。まあ、ロックすれば調整、途中の長さをね調整できますね。ロックを外して、そして途中までの長さをこうやって調整して、この辺でよかったらここでロックすれば、はい、こんな感じですね。いいね。そしてね、まだね、なんか伸びるらしいんだよね、これが。あ、これも伸びるらしいんだけれども、伸びないか。なんかついてるんだけども、なんかね、ここ押さえたらまだ伸びるとか言ってたんだけども、わかりません。ロック外して、そして、ちょっと縮めときましょう。ロックはね、縮めときます。足を縮めて、そしてこれを、壊れるからね、下手にしない方がいいかな。はい、最大この感じですね。説明書が書いてるかな。あ、190だからもうこれでいっぱいかな。高さが190って言ってるから、まだ縮まるみたいな感じがしますけれども、ちょっと待ってね。ああ、まだ広がるんだね、これね。どうやって広げるんだろう、ちょっと分かりませんけどもね。まあいいんじゃないでしょうか。ツーウェイ、横もね動くんで、これで、あ、動くね、軽くね、取れないね。横も動くし、あ、ここも緩めたらどうなるの、分かりません。これはあれだな、くるくる回るあれだな。で、これが、あ、これがロックだな。くるくる回らないロックだな。で、下の方はあれだな。これで緩めたらこれ上に上がるんかな、上がらないのか、分かりません。使い勝手が分かりませんけれども、説明書きがないんでね。で、これがくるくる回るんだな。これいいね。丈夫だね。しかし、壊れそうもないね。ああ、いいや。で、これ縮めてこうやって持てばね、普通に、手で持ってね、撮影できますし。うん。ああ、これか。あ、これだな。できました。こんな感じ。見えますかね。今ね、両方のね、出っ張りをね、これ片方じゃなくて、両方についてるんだな。だから、両指でこう押さえて、親指と人差し指で押さえて引っ張ると、こんな感じでね、水平になるんだね。もう一個ね、3個ともね、こうやって水平にすれば、おお、これは、すごい。見えますでしょうか。こんな感じですごく低くなりました。これで190センチぐらいか。ああ、そうだね。195ミリぐらいやな。ああ、これでね。これぐらいの低さでするんだけども、でもね、カメラ撮影するときはちょっと鼻らかして、これで、お店に行ってね、食レポ動画撮るときは、ちょっと、向こうの方に鼻らかした状態でこれ撮影すればいいな。まあここまでね低くしなくてもいいんだよね、食レポの場合は。食レポちょっと戻しますね。食レポの場合はもうあれなんで、あ、戻したら、あ、こういった押すだけでも爪に引っかかるんで、ロックでこの高さがちょうどいいんじゃないかと思います。この高さでいいんじゃないかと思います。いいね。で、これ回転させてやって、そして、こんな感じやな。これが、この2本がね、これ邪魔ならないようにね。あ、見えてなかった。ごめんなさい。この2本がね、平行になるようにね、撮影時ね、して、そして、固定させて、こんな感じかな。
はい、固定しました。固定したらあともうこれだな、 前と後ろのあれだけね固定して、それで、ご飯とかあの食べ物を見せたいときはこう下げると、ね、下げてもいいし、もうちょっと高くしてもいいかな。あ、もうこれぐらいがいいかな。これで十分あの撮影できますね。ご飯のね、ご飯とか食べ食レポのね、あ、これはいいわ。それであの本当アルミでできてるからね、丈夫だねこれね。比較をするわけじゃないけども、壊れそうもないね。こちらはねちょっとね、あのスマホでちょっと簡単に自撮りみたいな感じなんで、ちょっと待ってね、これちょっと撮ります。比較動画撮りましょうね。もう全然違うね、茶畜ないんだよね。でこの値段的にはあのそんなに変わらないんだよね。こちらもこんな感じ。こちらスマホのね三脚は、そしてこれが弱いから風とかでね、あの屋外でね撮るとやっぱ倒れてしまうんだよねこれね。プラスチックであの薄い弱いんで、でこちらの足はね、アルミでできてるんで、屋外撮影する時もこんな感じもできるし、あの足を伸ばして、ちょっと待ってね、これ足を伸ばせばあのちょっと高くなるんで、ちょっとまたつけますね。ちょっとねこれ下から撮ってるんで、ちょっと足を伸ばした状態で広げてみましょうかね。ちょっと待ってね、まあ、ちょっとめんどくさいのはめんどくさいんだけども、はい、ここで見ておいてください。足を伸ばします。ロック解除で一番高く、屋外で撮る場合ね、屋外で撮る場合は足を伸ばした状態でロックして、で風が吹いてます。まあこれでも撮れるね、この高さだったら、この高さだったら別にあのいいよね、問題ないね。こうしておけば前からの風で倒れることはないんだけど、横からの風でこう倒れるからね。だから、爪をちょっと倒します。爪で足を倒します。これでどうかな。はい、こんな感じになるんだね。ちょっと 広くなるけれども、広くなってあの低くなるけどもね、低い位置からの撮影になるんでちょっとあれなんだけれども、がっつりね、あのラジコンカー撮る場合はこんなに低いのはちょっとダメだから、やっぱり元に戻します。こんな感じになるんで、もう絶対あの倒れないとは思うんだけども、風でね。だから何か台ね、台があればいいんだけども、あ、これはいいや。これは簡単には壊れそうもないな。はい、この感じでいいと思います。それで高さがね低いとは思うんですけれどもね、この下になんかね台みたいなのがあればね、台があればちょっと高くなるかなと。よく言えばこの首のところね、この一歩の首のところがギュンと伸びたらいいんだけども、まあそこまではね期待しないで、僕まだ三脚をいいの持ってますんでね、カメラ三脚いいの持ってるんで、この高さはね、高いのやつはねありますので、これ気軽にバッグに忍ばして、リュックサックに忍ばして持って行って、その追記基地、航空祭とかそういったところに持って行ってですね、こうやって置いてですね、撮影するのもいいかなと思います。こんな感じでね、手に持ってもいいしね、この長さのままね、ああ本当にいい買い物したな。これで2000円もしないからね、1900いくらだったと思います。はい、いかがでございましょう。黒でねシックでいいね。これからね明日ねまたね動画撮影するので使いましょう、現場のね。ああ、これは持って行って使います。
はい、そしたらありがとうございました。こんな感じで、またレビューします。使ってね、よければあのレビューしますので、見てください。これのいいところはね、僕が欲しかったあれはね、あのアルミでできてて、あの壊れないことはね、できるだけ壊れないようなものがいいんだよね。で今使ってるこの三脚はもうすぐ割れてねしまったので、あのやっぱり、デジタルカメラとかちょっと重たいものはちょっと無理かなと思います。割れたといってもここが割れたんだよね。だから傾いてるんだよね。傾いてるんで、あのちょっと使いにくいんで、これだったらちょっと今つけてみますね。そしたらつけてみて、ちょっとレビューみたいなことを軽くやってみましょう。つくかな、つかなかったら悲しいんだけれども、ちょっと待ってね、メガネ外して、あ、ちょっとあれだな、簡単にどっかね、あの、ああ簡単につくね、全然問題ないね、デジタルカメラね、簡単に取り付きます。あんまり無理しないようにね、いきなり壊れたら嫌だからね。はい、こんな感じで今映っております。そしてまっすぐねなってますんで、あとこれで上下ね、上下で下の方ね、お皿とか置いて食料をするときにこんな感じで、できますね。全然問題ないね。で回してもいいんだけども、まあ回すのはもうやめとこう、回さないで。それでこの前のね2本だけね、揺れないようにちょっと重しをつけてもいいね。風で倒れるかな、これ。倒れないかな。倒れるんだったら前の足2本に重しをつければ絶対倒れないよね。ここに重しをつけると、ああ丈夫でいいな、丈夫で。ほんで手で持ってみても全然持てるし、ロック解除して、そして普通にもう簡単にね、足がね、ロックを解除すれば足がすぐにね引っ込むんで、3本ともね。で手で持ってこんな感じで、自撮りしながら行ってもいいよね。ちょっと重たいか、ちょっと重たいな、ちょっと重たいので、ちょっと持つ場所を変えてね、上の方を持って、そしてこうやって自撮りしてもいいよね。はい、そんな感じで、簡単にね、設置できますね。設置できますっていうか、すごく簡単に、簡単便利だな。はい、皆さんもね、買ってみてください。いいのがあるんでね、手軽で軽量なミニ三脚、本格的ミニ三脚ね、ほんとで、このサイズだからすごくどこでも持ち運びもできていいですね。たらライブ放送するとき、これでライブ放送するか、ライブ放送するときはまあいいか。デジカメでライブ放送できないからね。デジカメでライブ放送できたら面白いんだけどね、いろいろ場所見せてね、行ってね。まあいいでしょう。まあ使い勝手がいいので、いろんな場所に持って行ってちょっと使ってみます。明日ね。はい、ありがとうございました。それではご視聴ありがとうございました。またね、こんな情報も随時、アップロードしていきますので、よろしくお願いします。それでは失礼します。